お疲れっす。ういっす。ちょっと待って、これで赤瀬くん、あのね、ちょっと教えて、俺初めてだから。あー、いいっすよ。全くね、持ったらなんだけど、今俺武器クラスが解放されたのだよね、これでね。いや、布団ちゃん見てたんですけど、うん、うまいっすね。いける？マジで？エーペックスよりもうまいかもしれない。あー、マジで？もうこの数試合でちょっとあの光るものを見てしまった。いや、想像以上でちょっと。マジっすか、うん、マジっすか。絶対嘘だよ。抹茶がうまいゲームだね。お前あれだろ、それであの本番実況でお前上げといて上げといて、本番で下げる作戦だろ。絶対嘘だよ。声がふざけてる時の声だった。確かに、わかるわかるわかる、わかるわ。ふざけてる時のな。あ、官僚というふうな来てるじゃん。あ、来ました。お疲れです。ごめんね、急に呼んじゃって。あ、いいよ。なんか、ユフナ、噂によると広島で一番コッドうまいらしいじゃん。あの、高校生の時に俺一番うまいじゃないと思ってたんですけど、うん、そんなことはなかったです。噂の流れですか、広島であいつの右に出るものいない。あの、友達にやってるのがいなさすぎて。世界出たら、いろいろと。そうです、もう勘違いしてました、盛大な。